アルファタウリ AT レイには、スクーデリアアルファタウリが2021年の F1、世界選手権参専用に開発したフォーミュラワンカーで、ある。ドライバーは、ピエール・ガスリート F2 から昇格した、角田・博ロ氏のラインナップで迎える。F1 に、日本人ドライバーが参戦するのは2014年の、小林カム以来となる。バーレーンで行われた、プレシーズンテストでは、 ツノダがルーキーでありながら、全体で2番目に早いラップタイムを記録し、日本のみならず海外メディアからも注目を浴びた。チームメイトのガスリーは11番手となる。そして開幕戦のバーレーングランプリでは、ガスリーは5番グリッドからスタートするも序盤に接触があったため順位を落としてしまい、その後52周まで走行したがリタイアに終わった。一方ツノダは F1 デビュー戦から、 好調な走りを見せ、F1 の元ワールドチャンピオンのベッテルやアロンソをオーバーテイクする劇を見せるなどして9位入賞を果たした。その後もエミリア・ロマーニャグランプリからフランスグランプリまでガスリーが連続で入賞し、アゼルバイジャングランプリではガスリーが今季初表彰台を獲得し、角田が予選でクラッシュがあったものの決勝では7位入賞を果たした。さらに本グランプリの優勝が レッドブルのペレスだったため、ホンダのパワーユニットを持ったチームが表彰台の2つを占める結果となった。第11戦のハンガリーグランプリでは、ガスリーがファステストラップを記録した。さらに、2位表彰台を獲得したアストン・マーチンのベッテルが失格となったため、順位が1つずつ繰り上げられガスリーが5位入賞、ツノダが6位入賞となった。2021年8月18日に、 新型コロナウイルス感染拡大の影響により、本年度の日本グランプリの中止が決定した。それにより、ホンダのパワーユニットラストイヤーの日本グランプリと、日本人ドライバーとこのグランプリの劇が叶なわなかった。開催中止はこれで2年連続となる。サマーブレーク明けの第12戦のベルギーグランプリは、大雨の中決勝を迎えるが、フォーメーションラップ中にレッドブルのペレスがクラッシュした。 ことと、視界不良のためレースが中断となり、約3時間後にセーフティーカーを先頭に、レースが再開するが、雨が止む気配がないため再びレース中断となり、フォーメーションラップを除いて、わずか1周のみのレースとなった。結果は、ガスリーが6位入賞を果たし本来は8ポイント獲得となるが、75%未満のレースとなった、ためハーフポイントとなり4ポイント獲得となった。 ありがとうございます。